これできてる？携帯変えたんですけど、今配信する。あ、できてる。よかったよかった。コメント来ないんだけど、なんでこんなさ、私のこっちの携帯はさ、よろしくないんだろうね。こんな、あ、綺麗に映ってる、よかった。こっちでコメント見るわ。そう、シークレットゲストがいるので、シークレットゲストがいるので楽しみにしてください。これ言っていいのかな？まあいいよね。チームの中から出てきます。脇目変えた。わかんない、今適当にやってました。スギチル忘れられたから脱退した方が、あれ S 面のスギチルでしょ、選ばれてんの。今やってるやつ。配信楽しみにしてます。ありがとうございます。S 面で、まあ、マックス5人だから、それで選ばれた人たちでしょ。だから、忘れられたこととかってないでしょ。最近本当に午前中に起きてる。目は覚めてます。午前中に。多分ね。多分だけど、けど何回かちょっと寝ちゃって、結局出るのはちょうど過ぎたぐらいだから、ベッドか、あの、起き上がったとは言ってないけど、なんか目が覚めたって感じ。こんばんは。あ、今日なんか大富豪します、いつか。今日中に30分間ぐらいどっかでやりますね。30分間ぐらい755でようかな、今からやるねってやるときは。ときめきゲットしてください。ほんと最近ほんとファンの人と会えないからね、どうしたらいいんだろうね。インスタライブとかもしたいんですけど、なんかね、インスタはね、おしゃれすぎて、ちょっと一人でやるのが怖いんですよね。よくわかんないけど、だからコラボとかだったらできる。なんか嫌じゃない、インスタ。ちょっと配信する側じゃないからみんなわかんないか。なんかね、ほんとショールームと同じ時間なんですよ、インスタライブできるのが。最近はあのちょっと前まではさ、夜とかもできたからやってたりもしてたけど、ほんとたまにだけどね。
なんかインスタライブってさ、こうメンバーとかにも見られる確率が高いから、ちょっとしかも友達とかも見たりするかもしれないから、ちょっとって思う。そう、夜にしたいんだよね、インスタライブは。なんかね、夜の方が落ち着く感じもある。8時までってなるとね。だいぶ厳しいんですよ、配信系も。けどあと1ヶ月ちょっとで9時までになるっていう。別に祝ってとは言ってないんですけど、1ヶ月ちょっと後誕生日なんですよね私。頭の中に入れといてください。いや本当このご時世だから、家族ぐらいにしか祝われない気がする。今年別に祝ってとは言ってないですよ、1ヶ月ちょっと後誕生日なんですよね私、言ってるだけですよ。うん、絶対誕生日も暇な気がするから、ショールームでもしようかなって、周辺そんな気持ちもありつつですね。やっぱ誕生日だとさ、たくさんの人ショールーム見てくれたりするじゃん。別に祝ってほしいとは言ってないですよ、一応誕生日ですよってショールームしちゃおっかなみたいな気持ちですね。わざわざ言うことじゃないんですけど。重要です。何曜日なんだっけ今年の誕生日は。あ、土曜日じゃん。土曜日じゃん。ん？あ、違う。日曜日だ。マジ？いいじゃん。みんな見てくれんじゃない？あれ？誕生日迎えたらさ、9時までできるってこと？その日からショールーム。え、そういうことですか？そういうこと？もしかして。え？じゃあさ、8時からショールームできるってこと？8時半とかから。あ、できるよね。うわ、それはやばい。うわ、嬉しい。それは1時間増えるじゃん。ほんと嬉しい。だから8時過ぎとかからやろうかな。いや本当口だけなんで、私口だけの人なんですよ結構。だから期待とかはしないでください。けど多分すると思うよ。65% ぐらい信じてください。もしかしたら本当なんか私の何かが起きてショールームできないってなるかもしれないから。分かってます、ありがとうございます。ダメなんだよな、7時からね、9時ってね、私が見てる YouTuber のがいっぱい動画上げるんですよ。だから本当私の気まぐれなんですよね。本当ごめんなさい。まあ、なるべくショールーム優先で動きますね。ダチョウ倶楽部ですかって来てるの。違うでしょ。あとでも見れるからって。ダメだよ、その考えダメ。
そうだからなんか始まんないなって思ったら、あいつものことだって思ってください。まつげ上がってる？通常運転ですよ。結構これ全然上がってないですよ、私の中では。まつげが自分で言うのもあれなんですけど長いんで、ちょっとでも上がっちゃう。何系の YouTube 好きなの？面白い方ですね、どちらかというと。なんか笑える方、ドッキリとかやってみたとか、普通に面白い方ですね。なんて言ったらいいの、美容系とか料理とか面白いとかあるじゃないですか。面白い方のやつをいろんなの見てますね。十分上がってる？本当？こんばんは。そう、楽しいのいいよ。大食い系は見る。大食い単体の人はそんな見ないけど、企画で大食いやってるのは見るかもしれない。え、そう、アイリンさんがそうショールームで言ってくれてたんだよね。嬉しいです。可愛かった、一回会った時。もうそろそろ旅行系をよく見ます。いいね。こんばんは。すごい聞かれるんですよ、私どんな YouTuber 見るのって。みんな知ってますか？インスタグラムのハイライトに私を知れるハイライトみたいなの作ったんですよ。だからそれ見たらわかります。基本なんか有名な方を定期的に一定で見てるって感じです。あみちゃん、造語かヒールを履いてますね。うん。何ですかそれは。インスタグラムです。見てください。本当。お、見たら。やっぱ新規の方に優しくしていく。あのバニラモナカジャンボみたいなやつでですかね。バニラの方が好き。追加してないんだよね、まだ。なんかハミちゃんのしたらできる。何回も言うんですけど、あの DMM 見てください。今度のもう一人出てくる人は誰かなって感じですね。
そうだから皆さんのこのファンの友達とかにいいの推しをしてる人がいたら、もしかしたらあなたの推し出るかもよって言っといてください。そしたらみんな見てくれる。誰かなっていうね。そろそろ終わる？終わり時だね。ランキング読めないけど、皆さんありがとうございました。ギフトもありがとうございます。今日は量産型メイクでした。なんかいつも同じポーズしかしてないわ。ありがとうございます。よくわかんないんですけど終わります。2747人の方ありがとうございました。また見に来てください。バイバイ。ありがとうございました。